サムパーティが猿の一行と出会う場面。サムパーティは、インドの女ジ子ジシ、ラーマーヤナに登場する巨大な鳥の王。老齢のハゲたかで、ビンディア山の山頂に住む。カシュアパセントビナターの息子アルナと主演に位の子で、ジャターユの2位。投資の能力を持つ。ラーマーヤナによると、かつて、サムパーティと、ジャターユは、天に昇ってインドラ神を征服しようとした。 しかし太陽に近づきすぎて、ジャターユがその熱で弱ったので、サムパーティは自分の翼の下にジャターユをかばった。そのため、サムパーティの翼は燃えてしまい、共に別々の場所に落下した。マハーバーラタによるとジャターユとサムパーティは、どちらが先に太陽神、スーリアの集会場に着くかを競ったが、サムパーティの翼は燃えて、ジャターユの翼は燃えなかったという。 サムパーティが落ちたのは、ビンディアさんであり、死を決意したが、聖者、ニシャーからはいずれこの地に、ラーマ王子の使いが訪れる時があり、その時に再び翼が再生して、力が回復するだろう、と予言したため、死を思いとどまった。その後、ビンディアさんには奈良の一行が現れた時、サムパーティはこれを喰らおうとした。しかし彼らが、ジャタイユの死を口にしたため、 驚いて何者であるかを尋ねた。彼らは連れ去られた、ラーマの日のシーターの捜索隊であると告げた。サムパーティは、兄弟の死にひどく落ち込んだが、聖者の予言を思い出し、投資の力によって、シーターを連れ去ったのは、ラークシャーサのオーラーバナであり、その巨城は、ランカー島にあることを教えた。すると、サムパーティの翼は、予言通りに蘇り、新しい赤い羽毛に覆われ、 サムパーティは天に飛翔した。このサムパーティの教えによって、ハヌーマーンはうなばらを飛び越えて、ランカーに忍び込んだ。ありがとうございます。